に放送された、王様のブランチ、TBS テレビ系、で、女優の榮倉奈々が、ゲストで登場。自身の身長について語る。幼稚園児の頃から背が高かった公式プロフィールでも、身長170センチメートルと公表されており、スタイルも抜群な榮倉奈々。過去に、9頭身の驚異のスタイルを持つ噂の美少女、として、同番組でも紹介されている。今回も、幼稚園児の頃からナイスプロポーションの片鱗を覗かせていた、と、紹介。幼稚園に入った時は、背の順では一番後ろ、幼稚園の3年間で、30センチメートル伸びた、と、子供の頃から、身長が高かったことを告白。さらに、背が高くなった理由を、牛乳が大好きで1日1リットルは飲んでいた、と、話す。榮倉は、中学3年生の時に、渋谷でスカウトされて芸能界に入り、重大に人気。のファッション誌、セブンティーンの専属モデルを務めた過去を持つ。幼い頃に飲み続けた牛乳が、芸能界入りを果たしたきっかけの一つだったのかもしれないアドズバイキオスクド。この2年で1センチ伸びた、170センチメートルという高身長を兼ね備えている榮倉だが、この2年で身長が1センチメートル伸びた、と、告白。30歳にして、まだ身長が伸びているという事実に、共演者は全員、驚きの表情を見せる。当番組のゲストで、8日に全国公開される映画、家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています、角川映画、で、榮倉と共演している、安田顕も、60歳になったら一体どうなるんだ、と、思わずツッコミを入れた。視聴者も榮倉の身長に驚き実際に、安田と並んでみても、見た目には大差のない身長さ。それもそのはず、安田の身長は174センチメートルと、榮倉とわずか4センチメートルしか差がないのだ。番組を見た視聴者からは、榮倉の身長に対して様々な声が。やはり、榮倉の身長に驚きを隠せない声がある。中には、背が高いことも好きだし、波に鍛えてるとこも好き、と、身長。以外にも、榮倉の鍛え上げられた肉体に好感を持つ人もいるようだ。先月24日には、自身のインスタグラムに、産後1年未満とは思えない、見事に鍛え上げた肉体美を公開している。女性は異性の身長を気にしがち。調べ編集部では全国の20から60代の男女1363名に、異性の身長は気にならない方だ、について調査をしたところ、男性は約半数なのに対し、女性は 65.3% が気になる、という結果に。女性の多くは、自分より高い人がいい、ということなのだろうか。榮倉の夫である、俳優の賀来賢人の身長は178センチメートルと、公式のプロフィールでは記されている。もし賀来の身長が170センチメートル以下だったら、一体どうなっていたのか。合わせて読みたい、キャバ嬢は10年で絶滅する。
衝撃投稿に若者、金払って気を使うのは無理、文、調べ編集部、ヒーダ、調査概要、広報、イ。インターネットリサーチ、クズー、調査機関、2017年2月24日から2017年2月27日対象、全国20代から60代の男女1363名、有効回答数、